い、山田でございます。メンズエステの店長でございます。メンズエステの店長を9年ほど、ああね、LINE 来ちゃった。はい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 、OKOKOK、やっております。で、今ね、あの Q チャンネルで働きやすいお店にすることが大事だっていうテーマで、お話しております。自分のメンズエステ店がね、メンズエステだけじゃないんだけど、働きやすいお店であったら、そのこと自体、うちでというかね、自分が採用して働いてくださるセラピストさんに貢献してることになるじゃないですか。で、その、まあ、自分のお店に採用するセラピストさんが働きやすいと思っていただけてるとしたら、それは、そこにいらっしゃるお客様にとっても、要は従業員さんが働きやすいということで働いてるわけだから、いいサービス、いい接客ができるわけでね、お客様にも貢献してることになるじゃないですか。だから絶対そっちの方がいいんです。働きやすいお店に、なってるかなってないかを常に考えながらお店を立ち上げ運営していくことが、すごく大事なことだと僕は思っております。で、そう、働きやすいお店であれば辞めないでしょ、辞めたいと思いにくいでしょ、そしたら、いや、スタッフも安定するじゃないですか。求人が弱くても、長くてね、一生懸命働いてくださる、セラピストさんがたくさんいる、安定するじゃないですか。運営上もいいですよっていう話で、今日は久々にね、店長が男の場合、セラピストさん女性じゃん。で、綺麗なセラピストさんばっかりでしょ、女として見ちゃうでしょ、それはダメですよっていう話ね。セラピストさんを異性として見ないという、お話をさせていただきます。ちょっとトイレも行きたいのでねトイレが近くなった気するんですよ、病気になってからね。おもらししそうになっちゃうみたいな、大丈夫かなと思いながらね、生きてるんですけど、心配で、おしっこが近くてね。まあそれは置いといて、やっぱね、店長もね、男だったとしたらモテたいと思うのか、それが本能かもしれないなとかも思うんですよ。どんな店長でもやっぱりかっこいい風に見られたいのかなみたいな。いや、自分に、その自分をなんていうかな、客観的に見てみても、やっぱそういう本能とか意識ってあんのかなとか思いながらね。いや、でも俺はそんなにない方だよなとか思いながら、でも居心地のいい、働きやすいお店を作ると考えたら、これは店長さん聞いてくださいよ、異性として見ないっていうのがすごく大事。この店長は私らのことを、私らっていうのが大事なんだけど、私のことを、私らのことを女としては見てないよなって思われた時点で、あ、この店長大丈夫だわって思われた時点で、人間関係が一つ積み上がるような感じするけどね。やっぱりいろんなケースがあるし、女として見られたいっていうようなセラピストさんもいる可能性もあるし、または男として女としてとか関係なしに、そんなの意識することないじゃんみたいな方だっているし、だけどさ、ついついさ、男だから、でセラピストさんみんな綺麗じゃんか、で優しいじゃん、それはちょっと乗っかっちゃいたいなみたいな、なんか仲良くなりたいなみたいな意識っていうのは、男である以上、生まれてくるものだと思うんだよね、それは。で、万が一生まれちゃった際にね、そのセラピストさんを意識するわけじゃん。で、やっぱり、合う合わないっていうか、そういう、そんな気ないとかね、あるじゃん、生理的に受け付けないとか。またはもう僕なんかもメンズエステの店長としてはおじさんな方だと思うから、ね、もっと上もいるけど、仲間でも、そんな対象じゃないとかをもちろん思われるだろうし、そう考えるとね、ミスマッチになるケースの方が多いんですよ。こっちがね、あ、あのセラピストさんちょっと素敵だな、ちょっと好きかもなみたいに思ったとしても、セラピストさんがそう思ってもらえくれないっていうケースの方が、まあ、多い
よ、それはもちろん。でと考えたらやりづらくなるじゃん。あ、この話し方は分かりやすいね。やりづらくなるじゃん。こっちが一方的になんか好きだなとか、ご飯行きたいなとかエッチしたいなとか思ってもね、向こうが全く思ってなかったとしたらやりづらいじゃん。それはキモって思われる、なんかエロい目で見てないって心の中で思われたりとかね。そしたらうまく回んなくなってくるんですよ、お店が。そしたらもう鼻から自分が採用する自分のお店のセラピストさんは全員エロい目で見ないっていう、というちょっと言い方はちょっと下品だけど、女性として、異性として、自分の、その性的なその目で異性として見ないって決めることからスタートなんですよ。誰一人として、ね、いい女が入ってきたら、タイプの女が入ってきたらとか、そういう次元じゃないっていう、入ってきたらちょっと仲良くなりたいなとか、そういう感覚じゃないわけ。もう鼻からスタート時、土台からというか、別にそういう目では誰一人として一切見ないって決めてやった方が、まず、居心地がいいお店になるし、セラピストさんはで、キモとかウザとかなんないじゃん。なんかエロい目で見てない、この店長みたいになんないじゃん。 なった試しがないから、まあゼロではないかもしれない、わかんない、なった試しないと言っときたい、言っときたい、多分ないと思う。ない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 、そしたらだから働きやすいのよ、セラピストさんが。絶対エロい目で見てるよ。だからセクハラ、研修中にセクハラしたりするわけじゃん。興奮しちゃってアホだなって、レベル低いなって思ってるけどね、研修中にセクハラしちゃう店長さんとか、っていうかもう犯罪行為です、犯罪行為。理解できないけれども、エロい目で見てるからそういうことになるんだよ、異性として見てるから。俺なんか全一切見てないから、そういうことになったことがないよ。そして研修いくらやっても、セラピストさんは安心して、あ、この店長はそういう感じじゃないんだねっていう言いながらやってるよ。だからうまくいくんだけどね。だからこの話はもういくらでも膨らませられるんですけども、時点のもう他店はいいよ、もう他店とか面接行く店長さんが行ってなんかエロい目でハーハーしてもいいけどさ、趣味かなんか分かんないけど、そうなら時点の自分のお店のセラピストさんは、絶対に異性として見ないっていう、もう意識でやるしかない。そしたらやっぱりちょっと一段上の人間関係作っていけるから、あ、こいつちょっといい女だなとかさ、体のライン、ボディーラインを見たりだとか、なんか甘えようとしたりだとかね、疲れてる時そういうことしだすから、ガチャついてくるわけ、店が。でそういうのをしだすとね、もちろん男と女だから、あ、私は優しくしてあげるよみたいなセラピストが出てくるかもしれない、もしかしたらね。でもそうなった時に、不公平が出るじゃんか。でそういう関係の セラピストさんとそうじゃない関係のセラピストさんと出てきちゃうわけじゃん。だからうざいと思われないイケメン店長であっても、そういう不公平感とか出てきちゃったらやっぱり店がガタつくんですよ。それは間違いなくガタつくから、あの子ばっかりみたいになるからね。あの子ばっかりっていうような運営をしてなくても、あの子ばっかり可愛かったって言われるものだから、徹底しないと。それみんなに同じ距離感、運営方法も特別その差異が出ないように、そして公平になるようにめちゃくちゃ意識しないと居心地がいいお店にならないわけです。それなのにもかかわらず、誰かにちょっとご飯誘ったり、エッチ誘ったりしちゃうと、それはガタつくのは想像できるじゃん、容易に。あ
もっとポイントを言おうか。10分。あー、長くなるね。20分番組です。ちゃんとポイントを言うよ。どうやったら、あの、異性としての、関係性にならないような運営ができるかね。じゃあこれ話して終わりにしよう。だから、ポイントは、もう、花からプライベートの話は聞かない。これが一つ。プライベートの質問をしない。ね。だから、面接やるじゃん。で、研修入るじゃん。ね、もちろん人間関係は深まっていく。だけど、プライベート、特に男と、男性関係っていうのかな。彼氏関係とか、旦那関係とか、旦那とどうなのとか、最近、仲いいのとか仲悪いのとか、そういうのは僕は一切聞かないです。特に初期の頃はね。じゃあ距離感が保ってた時、あとは、あ、山根店長そういうタイプなのね、全然踏み込んでこないんだね、私も女として見てないんだねっていう、関係性が作れた後は旦那の話とかする場合もあるよ。だけどその前、出会って3ヶ月半年ぐらいは一切そういう話はしないです。それが一つ、彼氏とか旦那とか恋愛事情とかね、彼氏ない歴とかセックスしてるかしてないかとか、そういう話っていうのは興味深いかもしれないけれども、エロい話もしない。エロい話もしない。オナニーしてるかしてないかとかね、ごめんなさい。でも一切しない。だからエロい人だと思われてないから、僕は店長、セラピストさんに、それがすごく大事。あ、この人性欲ないんだなぐらい思われてた方がいいわけですよ。で、それが一個ね。だから男関係の話、異性関係の話、そしてエロい話とかは一切しない。プライベートの話一切してないっていうのが一つ。あ、でもう一つが、プライベートの話しないっていうことかな。趣味が何だとかね、どこで飯を食いに行くんだとか、そういう話もね、冷たいかもしれないけどしないね俺は、研修6日間あるのに、休みの日何やってるんですかとかもしない。あ、聞かない。聞かれるったら答えるよ、もちろん感じ悪いから、要はだからプライベートでなんかつながりを持ったり発展しそうな感じに持っていかないっていうのを徹底しますね。その最初のうち距離感が保たれるまでは。だからセラピストさんの趣味も知らないし、どんな休みの日を過ごしてるかもしれないも知らないし、だから結構矛盾してるでしょ。セラピストさんのことをよく見る、愛する、大事にする、それが一番大事なんだけど、大事ですよって言ってるじゃないですか。だけど特に初期の頃はその仲良くなりすぎちゃいけないから、というか男と女みたいになっちゃうと絶対にマイナスだから、それは徹底してます。プライベートの話しない、ダメなのよ。で、悪気なしにとか特別その何の気なしにというか、本当に悪気なしにだね、実はっていう話から急接近しちゃったりとか、要はサポートしたくなっちゃったりとか、プライベートでこういうことがあってちょっと困ってるんですよねっていう、そんな話聞けちゃった時にはさ、いやこっちだっていい人なわけじゃん。だサポートしたくなっちゃうじゃん。じゃあ俺なんかやってやるよ、やってあげるよそれはって、俺得意だしとか得意じゃなくてもさ、そしたら仲良くなっちゃうでしょ。仲良くなっちゃったらダメじゃん。公平さがなくなるから、セラピストさんごとにね。しかもやっぱり初期の頃仲良くなっちゃったらもっと仲良くなっちゃったり、男と女の関係になりやすいんですよ、初期の頃っていうのは。わかる？店長さん意識してますかっていう。それよりも仲良くなりたいと思ってんじゃないの、キモい店長さん。だから店がうまくいかないんだよ。女を女として見るから、セラピストさんをそうやって自分のなんか性的な目で見るから、だから店がうまくいかないんだよ。
徹底しなさいよ、徹底。だから距離感すごい大事にしてるわけ。めちゃくちゃ大事にしてる。その2個かな。だからもちろん、だから食事にも行かないしね、もちろん当然当然、これはいろんな考えがあって、僕の友達でも食事に連れていくことで人間関係作るっていう店長もいるし、あの僕の上司みたいな、この仕事を教えてくれた人も、あの連れてってあげなさいっていう、教えをしてた、だけど僕は、あ、それはちょっとイマイチだなとか、僕にとってはイマイチだなと思って、飯食いに行ったことないことはないですよ、セラピストさんとゼロ回っていうことはない。ただ9年間で本当片手ぐらい、それも単回単発なんかの折に、例えば出稼ぎさんで帰る日に予約入んなくて、ちょっと飲みでも行きますかみたいなこととかもあったけど、すごくない？だってだ、どれだけ意識してるかって分かる？だって9年間でさ、研修だって 何人やってんのよ、デビューだって何百人とやってるわけじゃん。で、何かの折にたまたま飯食いに行かなくちゃいけなくなっちゃったっていうのが5回もないぐらいよ。徹底行かない、絶対誘わないし行かない。だって仲良くなっちゃうじゃん、飯食い行っちゃうと。いや、あの向こうはそんな気ないかもしれないけど、こっちだったら、俺みたいにおじさんだったらさ、あの向こうはまあ男として見ることはないかもしれないけれども、こっちはいや、なんか大事にしたくなっちゃったりっていう事故だって起きる可能性も増えるし、またあのさっきも言ったけれども、恋愛としてどうこうとかじゃなかったとしても、困ったことがあったら助けてあげたいみたいなことが起きるじゃん。そしたら不公平になるじゃんか。で、助けてあげているうちにやっぱり仲良しな仲になっちゃう場合だってなくはないしね、ゼロじゃないじゃん。俺みたいなタイプは、まあ確かにモテるタイプじゃないからゼロに近いかもしれないけど、イケメン店長だって聞いてるでしょ。イケメン店長職権乱用して仲良くなってんじゃないよ。だから店がうまくいかないんだよ。すいません、ちょっと言葉が過ぎたけど、そういう運営方法もあると聞くからね。俺は無理だけど、そういう運営方法、仲良くなって運営するっていうのは無理だけど、やってきてないし、やったことないし、やろうとも思わないけど、っていうか距離感の方が絶対大事だと思ってるから、絶対に近くならないぞっていうオーラを出してるから、あの初期の頃ね。仕事のことは真剣にサポートするけど、それ以外のプライベートのこととか男関係のこととか一切興味ないふりをしてるから、だからこう居心地がいいお店作れてるんだと思うよ。なんか俺にエロい目で見られたみたいなセラピストはほとんどいないと、てかゼロだと思うけどね。ただあの過敏な方とかね、俺も男だからね、たまに間違えてちょっとチラッと見ちゃったことはゼロじゃないかもしれない、それは申し訳ない。でも超意識してるからほとんどいないと思う、プロだからね。だからまともな店が作れるんだよ。なんて話ばっかりしてるけどね、申し訳ないです。だからもうまとめると、あの自分のとこのね、自分が採用した自分のお店のセラピストさんのことは異性として見ないと鼻から決めてやると。で、初期の頃意識するのは、男関係とかエッチな関係の話はしない。あとはプライベートの話はしない。こっちから振らない。あ、この店長そういうことには、私のプライベート、私の男関係には興味ないんだなと思っていただくのがベストなんです。ベスト。それは言ってこないから、空気読んでセラピスト。その後でいいじゃん。ちゃんと、あ、人間関係ができて距離感ができた後でいいじゃん。1年とか経った後。いや、実は旦那がとか、あ、そうなの、大変だねとか、それはありますよ、それはありますよ。
だけどそれはもう距離感ができてるから大丈夫なわけよ。そなんか深い関係にならないから、一回そうなったらならないから、なりにくい。初期が一番やばいのよ。相手のこと見えないから声にも発展しやすいじゃん。だから俺みたいにうざい性格なのがバレてないからさ、最初おじさん好きの子とかだったら山田店長素敵みたいになりやすいんだよ。あの分かりやすく言うとね、なんないんだけどねすいません、なったことないんだけど、告白とかされたことないから安心してください、うん、だけどそうなのよ。逆もそうだしね、セラピストさんの全て見えないから、いやなんか好きだなみたいになりかねないしね。わかる？大事なことですよ店長さん。だからまとめたね。だからもう終わりにしましょうね。あのそれがやっぱり居心地がいいお店にするための一つのやり方です。異性として見ない、距離感をしっかり持つ、距離感を持った上でめちゃくちゃ大事にする、愛する、ね、しっかり見る、仕事のことはしっかりフォローする、サポートする。これができたらもう余裕ですよ。あ、余裕じゃないけどね、ヒーヒー言ってるけど、これができたらでもなんつうのかな、自分自身を一目置いていいと思う。自制もできるし、距離感も相手のことを考えて距離感を、まあ、何コントロールできるっていうことっつうのは自分の中でよしよしと思っていいと思うよ。それはみんなできないからね、本能が勝っちゃってね、すぐセックスしたくなっちゃうの。まったく、あ、すいませんまあしょうがないね、それはそれでね。ということで終わります。